今回は以前こちらの動画で設計した電流基板バイアス電圧増幅回路プリアンプに、そして同じく以前こちらの動画で設計したエミッタフォロワー電力増幅回路をメインアンプに使ったプリメインアンプを作ります。作るといってもこのようにすでにプリアンプ部もメインアンプ部も出来上がっていますので、これからやることといえばプリアンプとメインアンプを合体させることだけです。でもただ合体させれば良いというわけではありません。もちろんプリの出力とメインの出力をそのままつなげばプリメインアンプは出来上がります。ちゃんと問題なく動作します。この回路がちゃんと動くということはこちらの動画で実証しましたよね。でもこの回路では部品がもったいないんですね。実はこの回路には無駄な部分があります。ですので電圧増幅と電力増幅を合体させてプリメインアンプを作るという作業は無駄な部分を省く作業ということになります。ではどの部分が無駄なのかというと、この部分。なぜこの部分が無駄なのかというと、これの元々の役割を理解すれば納得できます。プレイヤーのライン出力から来た電気信号は、ピークピーク 0.43V の純粋な交流信号です。これがプリアンプのバイアス回路でかさ上げされて、信号の乗った直流になります。トランジスタを通った信号は電圧増幅されます。そして出力カップリングキャパシタで再び増幅された交流信号に戻ります。さて、プリアンプによって電圧増幅された交流の電気信号は、メインアンプのバイアス回路で再びかさ上げされて、信号の乗った直流になります。トランジスタを通った電気信号は、電力増幅されます。そして、出力カップリングキャパシタで再び交流信号に戻ります。はい、こうしてみると、このあたりが無駄っぽい気がしてきますよね。かさ上げされているものを一旦下げてまたかさ上げしているわけです。かさ上げされているなら下げないでこのままここに突っ込めばいいんじゃないのって思いますよね。ここの下げ上げが必要ないということがわかります。ですので電流基板バイアス電圧増幅回路のこの出力カップリングキャパシタとエミッタフォロワー電力増幅回路のベースバイアス回路は取り除いていただいて結構でございます。理屈では OK でも、実際に取り除いてみて、本当に動作するのかどうかというわけですが、実際にやってみましょう。はい。もうこのチャンネルではおなじみのブレッドボードですね。左側が電流基板バイアス電圧増幅回路、つまりプリアンプ部。右側がエミッタフォロワー電力増幅回路、メインアンプ部。こちらの動画で動作確認したままの状態です。では、配線をつなぎ替えてみましょう。左側の電流基板バイアス電圧増幅回路の 2SC4511 のエミッタから、エミッタフォロワー電力増幅回路の 2SC5242 のベースへ直結します。メインアンプのバイアス抵抗を回路から外しましょう。問題なく動いてますね。なんかとてもいい音ですね。はい、正常に動くことが確認できました。
まあ動くことは分かっていたとはいえ、実験でちゃんと動くとほっとします。ああ、スピーカーから出る音に聞き入ってしまいますね。はい、ちゃんと動いています。ちゃんと動きましたが、ここで懸念されるのがエミッタフォロワーの欠点問題。特にプリアンプ部の電流機関バイアス電圧増幅回路は振幅のセンターを 6V ではなく 4.5V で設計していますので、エミッタフォロワーの加減クリップ問題が生じやすいですよね。だからこそぜひともこの欠点を解消したプシプル電力増幅回路を使いたいわけです。そうなるとこれはプシプル電力増幅回路の設計をしなければならないということになりそうですね。今回は電流機関バイアス電圧増幅回路とエミッタフォロワー電力増幅回路を合体させることをしましたが、電流機関バイアス電圧増幅回路を2つ連結する場合も同じやり方です。